ホラーまさみです。今回はポークソテーを作りたいと思います。こちらですね、塩コショウをして焼くだけなんですけど、ちょっとソースに変化をつけて美味しいポークソテーを紹介したいと思います。休みの日にランチとか家で食べるときはとてもいいと思いますので、ぜひ作ってみてください。ではどうぞ。玉ねぎ 200g を繊維に沿ってスライスにしてください。多少厚く切っても大丈夫です。フライパンを火にかけてバターを 20g、 パンチェッタ 50g、 またはベーコンを入れてください。軽く炒めたら、火加減をごく弱火にして、少し時間をかけて火を入れていきます。蓋をして約15分蒸し煮にします。その間焦げないように時々混ぜてください。豚ロース 120g を2枚用意してください。包丁などで筋切りをしてください。両面に塩とホワイトペッパーを振ってください。このまま常温で10分間放置してください。肉の臭みを水分とともに抜く作業です。後ほどペーパーで水分を拭き取ります。玉ねぎに火が通りました。火の通り加減はこんな感じです。火を少し強めて白ワインビネガー 15g を入れます。次に白ワインを 100g、強めの火加減にして、水分をしっかり飛ばします。重要なポイントです。次にケッパー浸る程度の水を入れてください。塩、ディジョンマスタードを入れます。少し煮詰めて味をなじませてください。このぐらいの煮詰め具合にしてください。肉の水分をペーパーで取ります。ペーパーを上下で挟んでください。軽く押さえる程度で大丈夫です。その後に小麦粉を軽く振ります。フライパンに火をつけてバター 15g、 オリーブオイル 10g、 にんにく1片分を半分にして入れてください。弱い火加減で地味に焼いていきます。
最初はブクブクと大きい泡が立っていますが、次第に小さくなって音もかすかになっていきます。泡が細かくなって静かになったら入れてください。この焼き方はアロゼという方法です。オイルを回しかけながら優しくゆっくりと火を入れていきます。この焼き方をすることで柔らかくジューシーに焼き上げることができます。さらにここの時点でハーブなどを入れて香りをつけても OK です。その際はローズマリー、セージやタイムを入れてもいいと思います。とにかく表と裏面をゆっくりとじっくりと焼いていきます。決して焦って強火にして焼かないように気をつけてください。火加減を判断するコツはフライパンの外を見るのではなく中の状態を同じようにして火を入れてください。両面にきれいな焼き色がついたら一度取り出します。その際にソースは捨てないように気をつけてください。アルミホイルで蓋をして余熱で火を入れていきます。肉を焼いていたフライパンに先ほどの玉ねぎを全部入れてください。次に先ほどの肉を戻し入れます。その際に肉汁も捨てないで全部入れるようにしてください。肉が軽く温まれば完成です。
までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と次の動画もぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバーイ。